コパアメリカ2004コパアメリカ2004は2004年にペルーで開催された第41回目のコパアメリカである。大会は7月6日から7月24日まで行われ、ブラジルが2大会ぶり7度目の優勝を果たした。また、得点王と MVP にブラジルのアドリアーノが選ばれている。チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2、

チームにうる具合、コスタリカが決勝トーナメント進出。チーム1 v チームに、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 チーム1 v チーム2、チーム1 v チーム2、ありがとうございます。